どうも、ナガイです。ナガイチャンネルへようこそ。今回のテーマはこちら。じゃじゃん。オイラーの公式になります。このオイラーの公式は複素数平面の次の単位ですね。高校では複素数平面の単位なのですが、大学になると複素関数論と呼ばれることになります。この複素関数論の最初に出てくる超大切な公式、これの導出を皆様にご紹介したいと思います。では次の動画をどうぞ。はい、では早速オイラーの公式、これの導出を2パターンで行いたいと思います。有名な公式ですね。複素関数論と呼ばれる分野でよく使えます。 E の IX 乗イコール cosX プラス isinX です。はい、まず極形式 z イコール cosX プラス isinX を準備します。そして fx イコール cosx プラス isinx、 これを満たす関数 fx を導出する、このような算段となります。はい、まず f0 は cos0 プラス isin0 により、はい、次のより1になります。したがって f0 は1です。これを覚えておきましょう。そして fx イコール cosx プラス isinx、 こちらは両辺を微分すると次のように dfx dx イコールマイナス sinx プラス i cosinx、 このようになりますね。こうですね、 cos の微分はマイナス sin、 sin の微分は cos なので、このように変形しました。次に両辺に i をかけます。すると i dfx dx イコールマイナス i sinx マイナス cosinx になります。こう i かけてますね。そしてここ i の2乗はマイナス1なので、ここマイナスとなっております。はい、したがってマイナスでくくるとマイナスカッコ cosx プラス isinx になります。はい、見たことありますね。元の式のここの部分が fx になってます。なので全体はマイナス fx、 このようになります。はい、この赤い部分に注目です。 i dfx dx イコールマイナス fx になることも大切です。はい、この式を用意します。そして fx イコール z により、ここの fx をひとまずちょっと z に変えます。ここですね、ここの部分を z に変えます。そしてその式に両辺に i をかけて、はい、次のようにマイナス dz dx イコールマイナス iz、 このようになりますね。はい、i をかけたのでマイナス1になっております。そして右側にかけられるのでマイナス i となりますね。そしてこの両辺のマイナスを取っ払うと dz dx イコール iz、 このようになりました。この微分方程式を満たす関数 z というものは、指数関数の微分の性質により次のように z イコール e の ix プラス c 乗となりますね。この z イコール e の ix プラス c 乗、これは指数法則により fx イコール e の c 乗かける e の ix 乗になります。そして、はい、最初の方の f0 イコール1により、 f0 イコール e の c 乗かける e の i0 乗、ここですね、この x が0になってます。これによりここの部分ですね、ここの部分はただの数字の1になりました。したがって e の c 乗となり、それは1、このように言うことができます。よって fx は e の ix 乗、このようになりました。したがって e の ix 乗イコール cosx プラス isinx、 これを導出することができました。はい、次パターン2、マクローリン展開の式からでも導出できます。はい、次のように e の x 乗イコール1プラス x プラス2の階乗分の x の2乗プラス3の階乗分の x の3乗プラス4の階乗分の x の4乗プラス点点点点点のようにずっと続いていく、これがマクローリン展開の式でしたね。マクローリン展開の式は、はい、こちらの動画でも解説しているので、ぜひこちらをご覧になってはいかがでしょうか。はい、そしてこの x の部分を、ここですね、この x の部分を iy に変えます。すると次のように、はい、 e の iy 乗イコール1プラス iy プラス2の階乗分の iy の2乗プラス3の階乗分の iy の3乗プラス4の階乗分の iy の4乗プラス点点点点点、このようになりますね。この x の部分がすべて iy に変わってます。はい、以上により e の iy 乗イコール1プラス iy マイナス2の階乗分の y の2乗マイナス i の3の階乗分の y の3乗プラス4の階乗分の y の4乗プラス点点点点点、このようになります。はい、こうですね、 i の2乗はマイナス1であることから、まずこの部分はマイナスとなりますね。そして i の3乗はマイナス i になりますから、このようにマイナス i となっております。で、i の4乗っていうものの部分は
1になりますね。なぜなら i の2乗はマイナス1だから。したがってただの4の階乗分の y の4乗このようになってます。そしてこの i の部分と i がついてない部分ですね、i がついてない部分、ここで分けてあげます。はい、すると次のように e の iy 乗イコールカッコ1マイナス2の階乗分の y の2乗プラス4の階乗分の y の4乗プラス点点点点点プラス i のカッコ y マイナス3の階乗分の y の3乗プラス5の階乗分の y の5乗マイナス点点点点点、このようになりますね。はい、左側がこの偶数乗の部分ですね。右側が奇数乗、このような感じでしょうか。はい、先ほどの式です。この式を見て、さらにマクローリン展開の式、次を用意します。それがこちらになります。cos y イコール 1-2 の階乗分の y の2乗プラス4の階乗分の y の4乗マイナス6の階乗分の y の6乗プラス点点点点点。これが cos y ですね。そして sin y のマクローリン展開の式は y-3 の階乗分の y の3乗プラス5の階乗分の y の5乗マイナス7の階乗分の y の7乗プラス点点点点点です。で、この赤い部分と青い部分に注目してください。この e の iy 乗の部分の左半分がなんと cos y の式になってますね。はい、そして右半分の青い部分が、はい、sin y となってますね。なので e の iy 乗イコール cos y プラス i sin y、 このようになりました。はい、このように考えて e の iy 乗イコール cos y プラス i sin y、 これを導出できます。はい、そしてこれからやってみようということで、ある公式を紹介したいと思います。それはあの世界一美しいと呼ばれる公式です。はい、次をご覧ください。このオイラーの公式を用意します。そしてここで x イコール π と置きますね。すると、はい、次のように e の iπ 乗イコールコサインパイプラスアイサインパイとなります。はい、この部分ですね、この部分マイナス1でこの部分0ですね。したがって、はい、次のように e の i パイ乗イコールマイナス1、これを出すことができました。はい、皆様もちょっと本で見たことあるようなこの e の i パイ乗イコールマイナス1、これを導出することができるのです。これは世界一美しい数式や数学で最も偉大な式などと言われております。オイラーの公式の特殊なバージョンですね。数学で重要な定数のこの2つの定数、まずは円周率の π、そしてネイピア数の e が入っていて、さらに複素数の i が入ってます。そしてさらに負の数のこのマイナスが入っていて、1も入ってます。もちろんここにプラス0としてみれば0もあります。はい、数学の代表的な数や定数、これのみを使ってなんと統合を表現することができます。すごいですね。このようにしてその e の iπ 乗イコールマイナス1を導出することができるのです。いかがだったでしょうか。今回はオイラーの公式 e の ix 乗イコール cosx プラス isinx と e の iπ 乗イコールマイナス1、こちらをご紹介しました。次回以降からはいよいよ具体的な複素関数論、これに入っていきたいと思います。では複素関数論、これからもお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。